エリアの話題をお伝えするわが町レポートのコーナーです。今日はこちらの3本です。はい、宮崎ブーゲンブリビリア空港で盆栽作り講座が行われました。続いて宮崎市地区対抗ミニバレーボール大会の模様です。はい、そして宮崎民謡愛好会民謡民部発表会の模様をお送りします。さあ、まずはこちらをご覧ください。親子で作るブーゲンビリアの盆栽作り講座が宮崎ブーゲンビリア空港で開かれ、親子50組120人が参加しました。この講座は宮崎市と宮崎空港ビルがブーゲンビリアの浸透拡大を目的に取り組むプロジェクトの一環として去年から開かれています。花を育てることを通して優しさや美しさを感じる心を育てる花育も目的としています。盆栽は家の中やベランダなど置き場所を選ばない植木鉢を使い、土の中に枝の一部を植え、芽を出させる挿し木という方法で行われました。挿し木を終えた後には、きれいな剪定の仕方も教えてもらい、参加者たちは協力しながら盆栽作りに取り組んでいました。ブーゲンビリアの植え方とかが分かってよかったです。初めてしてみたので、ちょっとまた家でやってみたいなって思います。いろいろなブーゲンビリアのことが分かって楽しかったです。楽しかったです。楽しかったし、いい勉強になりました。色鮮やかな花を咲かせるブーゲンビリア、自宅で綺麗な花が咲くのが楽しみですね。第20回宮崎市地区対抗ミニバレーボール大会が宮崎市総合体育館で行われ、それぞれの地区の予選を勝ち抜いた76チームおよそ400人が参加しました。私たちの大会はですね、地区の体育会というのがありまして、市内に20人あります。その連合会として個人の健康とチームとか地域同士の親睦と、その2つが目的で大会を開催しております。大会は39歳以下、40歳以上、60歳以上の部門に分かれ、リング方式で行われます。親睦が目的といえども、やはりスポーツ。鋭いアタックや見事なレシーブなど、数々の好プレーで白熱した展開となりました。また60歳以上の試合では長いラリーが続くなど、ベテランならではのプレーが見られました。この大会は毎年出られてます、はい、毎年出てます。そうですね、話す機会も多くなるし、まあ、外であっても気軽に声がかけやすくなりますから、はい、みんな仲良くなりますね、これで。他のチームの人とも交流が結構あったりするので、またバレーする幅が広がっていくのかなと思います。男性のチームなのでちょっとビビってましたが、1試合目勝てたので良かったです。爽やかな汗を共に流し、住民同士の絆がより深まった大会となったようでした。宮崎民謡愛好会の創立45周年を記念して、民謡と民部の発表会が清武町文化会館で開かれました。宮崎民謡愛好会というのはですね、昭和47年、1972年に設立されまして、今年2017年で45年経ちます団体でございましてですね、内山三木会主という方がですね、45年前に起こされた民謡のグループなんです。この日は県内の愛好者およそ40人が参加。おなじみの日向こびき歌や日向木遣り歌などの宮崎の民謡以外にも、秋田や宮城など県外の民謡が太鼓や尺八、お囃子に乗せて賑やかに歌われました。その他、民舞や華麗な舞踊も披露されました。また宮崎を中心に活動する民謡歌手浅野遥さんの特別出演で花を添え、来場者は張りのある伸びやかな歌声に聞き入っていました。
素人の皆さんが一生懸命やってる姿がですね、こうジンとくるものがありますね。素晴らしいです。なかなか民謡はもう若い人たちがいなくなってですね、若い人も頑張ってやっていただけるといいかなと思ってます。民謡が生きがいと話してくれた参加者たち、これからも元気に歌い続けてくださいね。はい、以上3本お届けしました。振り返っていきましょうかね。はい、1つ目は宮崎ブーゲンビリア空港でありました盆栽作り講座ですけども、はい、応募139組から抽選で50組が選ばれたと。すごい参加者が参加したい方多いです ね、 そ、 うですね。そして順調にいけば3ヶ月ほどで花が咲くという、そうなんだ、挿し木でいけるんですね、うん、ブーゲンビリアって、確かにそうですね、うん、でまあ、盆栽って言いますけど、まあ、ブーゲンビリアでやると全然印象がまたちょっと違う、どこに置いても映えるような感じですよね。なんかこう可愛らしさが普通の盆栽もなんかあるというか、面白いなとも思いましたけれども、ね、はい、無事に咲くといいじゃないでしょうかね、はいはい。そして続いてミニバレーボール大会、もうさすがの実力の皆さんでした、うん、けれども、それもそのはずなんです、各地区の予選を勝ち抜いた76チームが参加してたんですね。なんと予選には240チームが参加してたそうなんですよ。すごいですよね。そしてこの地区対抗のために編成されたチームだということなので、地区内での交流、また地区の外の皆さんとの交流もきっと楽しめたんじゃないでしょうか。なるほど、若い、すごい、すごい動きがすごいですね。すごい、決まってましたね。インタビューの方も毎週探します。元気やから試合あってはと思うんですけど、アドレナリンが、いや素晴らしいなというふうに思いました。はい、で最後ですね。はい、最後なんですけれども、宮崎民謡愛好会創立45周年を記念しての発表会ということだったんですが、参加者の平均年齢というのが69歳から90歳、平均年齢は77歳ということでございます。こちらもまた若い。そうですよね。でこの日ですね、ちょうどその愛好会の創立時から、まあ、45年間活動されている88歳の松本みどりさんがですね、この長年の参加を記念して感謝状が贈られたんだそうです。一つのことを45年続けるって、それもまた素晴らしいことですよね。いいことですよ ね、 なんか声を出したり舞台に立ったりすることがまた元気につながってるんでしょうね。またこう生で聞くとね、その歌声っていうのも素晴らしいですからね。はい、もう大丈夫ですよ、はい、譲り合いの精神が今ですね。エリアの話題をお伝えするわが町レポートのコーナーでした。